ナリズムだし。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ナリズムダッシュ始めていきましょう。特イベントバレンタイン編、これですね。こんにちは。ヒルン、頑張りましょう。頑張るぞい。この S を出ました。リード S。 175位。総戦力でいうとこれが強いよな。防衛出現率っていうのがあるんだ。ランダムで出てくるんですね。
614位にアップ。まだまだ上行けそうだ。イベントバレンタイン編ってことでいいですね。どんな感じなんでしょうね。3つか。さて、一丁やりますか。
じゃあ行きましょう。三つ葉さん2つにしたら勝てなくなるような。ちょっとやっぱりこれ敵の、あの特徴を見ないと緑だな。オーバー、オーバーどうしよう、2個行くか。いいよお姉様、見ててくださいね。4つ使ってるから2倍を2つ使ったら終わりかな。さあ勝ちたい。負けた。悪くなかったのに。まあちょっと強すぎるんだ相手が。順調と思ったんですがね。いいお姉様、見ててくださいね。相手の攻撃力がすごい高かったのと、やっぱり緑だと 弱いのかな。やりました、クリアです。さあこれ激ムズですからね。ちょっと相手のちょっと能力を見ないといけない。これ緑か、緑は確かに。あ、緑は違うわ、赤が強いんじゃないの。あ、そうだ。それはやられます。1個でいい。
私のメロディーを見せてあげるわ。勘違いしてた。あの緑が強いのは青だ。なんで赤で染め上げます。31万。なんで赤でサイズチャレンジです。筋トレの成果を見せるぞ。どっちにしろ強かった。どっちにしても厳しかったですね。今のレベルには合わないってことって。みんな能力高いな。あ、でも青だから緑の方がやっぱりいいのか。ってことはどっちにしても緑は弱いし勝てないんだな。
りパーフェクト。戦力が落ちるわ。さーて、一丁やりますか。1分15秒。勝つことはできました。最後
オッケー、やりました。結構稼ぎますね。さあラストです。何か一気に出よ。いいよお姉様、見ててくださいね。ラストです。11万。最後ちょっと息切れしちゃったよね。お見事です。 S91 番になった。これだけか、オープニングだけか。普通にメインじゃない。メインクエスト行ってもいいか。第4楽章。こんにちは。なんかすごいやばい状況台見えるな。
ミニクエスト久しぶりにやってみるか。いくつ？あ、ダンスなんだ。やっぱりね。今このきつい線。立てばいいの？いいお姉様、見ててくださいね。勝てばいいっていうよりは曲を体験するっていうのは大事。これのハードモードをやってみるか。これよりノイズを殲滅する。
イズを殲滅する。なんかすごいマグマのとこ来た。いいだと思って。さっきも何だったんだ。気にせず行きましょう。これよりノイズを殲滅する。
強化簡単にはできない。なんか強化しろって言ってますね。があればそれに変えたいが、ないな、ないですね。合成だ、合成し、強いですけどね、何もなかった。2014持ってますが、やっぱりこれですよ、経験値台高いですよ。中はマックスで交換でいいでしょう。設定権って何だったっけ。ドープ設定が上がる。これですね、これはしっかり全部確保しておきたい。できればは、なんか厳しいんだな条件が。
じゃあ永久スキルマッ、うん、トリック戦するとどうなる？育成できんじゃないの？あ、できない。必要素材が違う。 B 級スキル石っていうのがいる。B 級スキル石、トランペットを古い買う必要がある。ないですね。強化できる。訓練は怠らない。楽器スキルは上がるんだけど、この辺のスキルは上げとかないとな。成長しすぎだろう。成長の犯罪だな。俺はまだ成長できる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 。すごいことになってます。断トツに抜け出しすぎだろう。さすがに4にすることはできないですからね。ずるいずるい、私もしたいということで。あ、でも4とか3だからこれは難しいよね。スキルアップもできないか、覚醒もできないから、あ、装備を変えられないかな。装備はできないんだ。もう楽器の弱さが、リンの弱さが。また腕を上げたってことかな。また腕を上げたってことかな。はい、ということで、ここまでです。今回はバレンタインの、イベントを、行いました。これですね、特訓イベントバレンタイン編を、お送りいたしました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄にブログ、ツイッターナーリズムダッシュのプレイリストございます。ぜひご覧ください。ツイッターのフォローもお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。